はいどうもギデです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回は全編すっぴんでお送りしていこうと思ってるので、ちょっと眉毛がないんですよ僕。なので怖いなと思う方はご遠慮ください。はい。でスキンケアを今回はご紹介していこうと思うんだけど、本当に広島から僕東京に上京してもう4年ぐらい経つんだけど、その4年間の間もうずっとニキビができまくってて、広島のところは全然あんまりニキビとかできるタイプじゃなくて、まあ、大きいのができてポンポンポン3つぐらいできるなぐらいの感じだったんだけど、上京したきっかけでもう本当に急にずっとニキビがブワーってでき始めて、まあ、多分生活習慣とか睡眠不足とかも多分そういうこともあると思うんだけど、本当に何をしても治んなくて、高い化粧品も使ったことあるし、あとプロアクティブも使ったし、いろんなことを試してみたけど結局もう何やっても全然良くならなくて、で皮膚科の薬も試してみたけどそれでも良くならなくてっていう感じで、本当にニキビが治んなかったんだけど、サムネの画像やばいでしょこれ。でもこの1ヶ月で今のこの状態まで、まあ、まだ若干赤みとかもあるしニキビ跡もあるし、まあ綺麗ではないんだけど、ニキビがほとんどなくなったので、あともうニキビ跡が治るだけっていう感じまで治ったので、その方法を皆さんにご紹介していこうと思ってこの動画を回しています。はい、では気になる方はぜひこのまま動画を見てもらえると嬉しいです。では早速紹介していきましょう。どうぞ。はい、ではやっていこうと思います。ユニットバスなので、声が反響しちゃうし、換気扇の音もうるさいと思うんですけど、ちょっとそこはご了承くださいね。はい、やっていきます。はい、まず洗顔なんですけど、まず使うのはこちらのシカケアのマイルドフォームクレンザーっていうクレンジングと、あとこの泡立てネットを使って泡洗顔をしていきます。そう、この大事なのが泡洗顔で、今までは僕洗顔フォームを直でこう手につけて泡立てて顔にこうつけて洗顔したんですけど、あのね、やっぱ肌をきれいにしようと思ったら、やっぱ摩擦が絶対的に悪いってことに気づいて、体ってさ、ニキビできないじゃん。で、なんでできないんだろうと思った時に、顔ほどさ、触らないからだなって思って、服とかで擦ればするけど、手でこう、直接こうさ、メイクする時とか触るじゃん、顔っていっぱい。そういう時に、ブラシだったりとか、自分の手から多分雑菌が入って、顔って荒れるんだろうなって思うの。だって顔つきこんだけニキビができるっておかしいじゃん、って考えて。で、ってことは、その刺激を与えなければ、肌って傷もつかないし、ニキビできにくいんじゃないかなと思って、で、この泡立てネットを使って泡洗顔に変えたところ、本当に見違えるぐらい肌が綺麗になってきた。ですよ。一番大事なのは泡洗顔だなって思いました。その刺激を与えないってことが僕のこの1ヶ月の、成功結果。なので、そこはまず一番初めにお伝えしていきたいんですけど、で、まずネットをこうやって水で濡らしてあげて、で多分ね、丸いタイプのやつが一番使いやすいんだけど、僕はこの絵しか持ってないので、これをこうやって若干ね剥がしてから、こう立体的な形にするとより泡立ちがいいので、これでこれをね真ん中に2センチぐらい入れてあげます。あ、ちょっと前髪止めなきゃ。辛いんだわ。でこれをもうぶわーって泡立てます。で若干こう水を足してあげながらこうやって泡立てていきます。でいろんな洗顔フォーム使ったんだけど、このシカケアのマイルドクレンジングフォーム、マイルドフォームクレンザーかはマジで泡立ちが良くて、しかもできた泡がめちゃくちゃきめ細かい。泡立てネット使って泡立てるんだったら洗顔フォーム変わんないっていう人もいるんだけど、全然やっぱ違うよ。できた泡がめちゃくちゃクリーミーで、すっごい濃厚な泡ができるから。で量多いじゃん、しかも仕掛けのやつ。僕はこれがね、今のところダントツ1位で好きです。マジで本当にいいよこれ。嘘じゃなくて、本当に前紹介したからじゃなくてマジでいいから、これは本当に紹介する。でこんな感じで泡ができました。すごくね、めっちゃきめ細かい泡ができるんだけど、でこれをまたこうやってね、やると泡がまたきめ細かくなるので、こうやってまた泡をきめ細かくしていって、本当になんかもう固形かなってぐらい泡が綺麗になるんですよ。密な泡ができます。密です。でこれをまず僕はパックみたいに顔にのっけます。おお泡自体ってその汚れを吸着する効果があるから、
くるくるってすぐ泡立てるのってもったいないなと思ってて、僕は。なのでこうやって泡でまずパックをします。でまず時間ないと思うので、だいたいこれで僕15秒ぐらい放置しときます。はい、じゃあ15秒経ちました。そしたらここからこうやって洗っていくんですけど、コツとしては肌をこすらないこと。とにかく泡を肌の上で滑らせるって感じで洗っていきます。優しくこうくるくるって、指のこの腹でこうやってくるくるってやるように泡立っていきます。これめちゃくちゃ泡が超きめ細かくてマジでいいんだよな。で鼻とか結構気になるじゃん。そこはこうやってまた指でくるくるって横とか洗ってあげるようにします。でも本当は目気にせずグワッと洗っちゃうんだけど、今日動画なのでまずこれで大体洗えたなって、優しく洗ってあげたら、あとコツなんだけど首も洗います。これで首まで顔って思ってるので首まで僕洗います。なんでこんな感じでひどい絵面マジで。で大体38度ぐらいのお湯で洗い流していきます。先にね、泡をこうやって取ってあげると洗いやすいですよ、後々。はい、で洗われました。そしたらまだ水ついてるんですけど、僕バスタオルとかタオルで顔を拭きません。水がついたままの状態でパックをしていきます。次に使うのがこちらですね、みんな大好きオロナイン。オロナインでパックをしていきます。でこのオロナインパックっていうのは本当に良くて、ネットの記事で見て初めてやってみたんだけど、オロナインってこう角質を柔らかくする効果、肌を柔らかくする効果があるから、これでパックをするとこの小鼻のこういう黒ずみとかが若干こう綺麗になるっていう風に言われてて、それを実際にやってみたら本当に毛がちっちゃくなってきたし、鼻のこういう角栓も若干取れてきたので、最近はこれをよくやってます。まあ毎日じゃないけど、毛穴がちょっと目立つなって時にこれをやるようにしてます。だいたい1ミリぐらいの厚さで顔全体にこうまんべんなく塗っていきます。塗る時もね、優しくなるべく摩擦が起きないように塗っていきます。本当に摩擦が一番大敵だから、摩擦を気にしながらやっていきますよ。はい、こんな感じで全体に塗り広げます。でこのままの状態で大体10分から15分ぐらい待ちます。で大体僕は待ってる間に、まあ、テレビ見たりとかもするんだけど、大体最近ホワイトニングやってるので、ホワイトニングをしたりだとかしてます。はい、普段はね。はい、じゃあ10分経ちました。そしたら洗い流していくんですけど、また37度から38度のぬるま湯で洗い流していきます。で洗い流したら次は冷水で大体顔をまあ20回ぐらいパシャパシャして毛穴を小さくしていきます。はい、でこの工程をしてあげると本当に肌が綺麗になっていくし、本当に毛穴が小さくなってくるし、黒ずみも若干ねなくなってくるので、このオロナインパックはマジでおすすめです。本当におすすめで、濡れた状態で次はこのオードムーゲの拭き取り化粧水で優しく顔を拭き取ります。でこれあれなんですよ、殺菌効果あるから、肌の常在菌っていってこう肌にもともといる菌を殺してしまう効果があるから、なんか逆にニキビができやすくなりますよっていうコメントも前あったんだけど、モーニングルーティン動画で。でも僕はこすらないので、これこうやって浸透させるように化粧水みたいに僕は使ってるので、むしろこれを使ってから本当にもともと僕多分あれなんですよ、普段使ってるものに若干菌がいたのか分かんないけど、これ使ってから僕は肌の調子良くなったので、オードムーゲをずっと僕は愛用して使ってますよ、ずっと。でこれができたらもうすぐ秒で化粧水にいっていくんですけど、スキンケア化粧水はシカケアのシカスキンを使っていきます。で今回さ、提供動画出してからスキンケア全部シカケアのライン使いをしてるんだけど、これマジで提供動画じゃなくて純粋にマジでいいから使ってるだけだからね。本当にこれマジで鎮静効果あって、サラサラしてるけど潤いもちゃんとあるから本当に好きで、これを僕は使ってます最近は。ずっと
これも擦らないように、めっちゃ乾くなってない、なんか擦らないように浸透させていきます。で次、シカケアの乳液ですね、使っていきます。朝はだいたい化粧水乳液だけで終わらせますか、本当時間ないときは乳液とかしてると結構時間経てないと浸透してくれなかったりするので、ダブルミストってあるじゃないですか、あれだけパッパッてやってから化粧入っちゃうときもあります。で終わったらシカクリームを使っていきます。でこれをだいたい2センチぐらい取ってあげて、顔にねこうやって薄く広げていきます。でこれポイント使いする人もいるんだけど、全然ポイント使いでもいいと思うんだけど、俺はもう肌全体的に赤くて肌のターンオーバーを促しちゃうので、結構全体に僕は薄く塗っちゃいます。結構こんな感じで。でそこまでできたら最後の仕上げなんですけど、このシムフォートっていうメーカーかな、もうツルスキンっていう若干ちょっとね、イミシンなゲルを使っていきます。これも提供じゃないです、マジで。提供だったら僕提供って言うんで、提供じゃなくて、これもかれこれ1年ぐらい使ってるんだけど、これ高いんですよ。5500円か6000円弱ぐらいするんですよ、この大きさで。高いなと思って、で毎回更新、まあ、僕定期購入してるんだけど、毎回月末になったら絶対解約しようって思ってるんだけど、基本僕忘れっぽいから忘れちゃってて、届いたって思うじゃん、これ使ってみるじゃん、あやっぱいいわってなるの、いつもこれ。これね本当に肌ツルツルになるし、マジでツルスキンだけに、でニキビも若干抑えてくれる効果があって、これ高いけどやっぱいいんだよ。そう、なんかすぐ即効性あるとかじゃないけど、なんかずっと使ってて使うのやめてみると、わかる。なんか大事なものってさ、失って初めて気づくじゃん、じゃん。なんかそんな感じ本当に。でこれはポイントで置いていきます。あんまり広げずにポイントでポイントで置いていきます。はい、これで僕のスキンケア、毎日のスキンケアは完了です。はい、移動してきました。ってことで僕のスキンケアをご紹介したんですけど、やっぱり肌を治そうと思ったら、やっぱ睡眠とあと食事、食生活は結構大事ですね。それはね本当にやっぱ大事だなと思っていて、僕はそこを全く無視して生活しちゃってるから、こんだけ多分治りが遅いんだと思うんだけど、自粛期間中自炊もちゃんとできるし、睡眠も取れるので、まあ、若干ね肌が治ってきたのかなって思う部分もあるし、でもスキンケアを本当にあれに変えてから僕の肌は見違えるぐらい良くなってきてるので、本当に綺麗になったんだよ。すごい変わったんだよ本当にあとは、普段の身の回りのものをまず清潔にすることも大事で、メイクブラシとか本当に最近結構すぐ溜まってきたりするから、僕メイクブラシはだいたい2日に1回か3日に1回ぐらい洗うようにしてるし、メイクスポンジもね。で、あと枕の、上にいつもタオルを僕敷いてて、でそのタオルをほぼ毎日変えるようにしてますね。そうしないと枕にこう、枕のタオルに雑菌がついてると顔にまた雑菌が移ってきちゃうから、枕のタオルも毎回毎回変えるようにしてるのと、あとベッドの布団のカバーとかも顔に結構つくじゃないですか、こう被るから。この辺とかそのカバーで雑菌ついてると、そこからまたこう、なんだろう、菌がついちゃうので、布団のカバーも定期的に僕は洗うようにしてたりとか、身の回りのものをまず清潔にするところと、あと睡眠と食生活を直すと、やっぱり肌はね綺麗に応えてくれるので、それはすごく大事かなっていうふうに思います。僕まだまだね始まったばっかりだし、あと自粛期間終わってメイクを毎日するようになったら、またね飲み行き始めたりすると思うし、メイクも毎日すると思うから、また肌荒れちゃうかなって心配なんだけど、まあ、それまでにね肌を一旦綺麗にしたいなと思ってるので、今後もスキンケアは頑張ってやっていこうと思います。でまたいい商品あったら、紹介していこうと思うので、またね、これがいいよっていうものももしあったら、コメント欄の方で教えてもらえると嬉しいなと思います。はい、ではですね、4年間ニキビに苦しみ続けた男がたった1ヶ月でこのぐらい肌が見違えるぐらい綺麗になったスキンケア方法のご紹介でございました。参考になったらいいなと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録、通知もぜひぜひお願いいたします。そうですね、概要欄の方からインスタグラム、ツイッター、TikTok のフォローもぜひぜひぜひお願いいたします。
ちゃんとねメイクした姿が載ってるのでインスタグラムフォローしてもらえると嬉しいなと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。キティでした。バイバーイ。